はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、試験におけるもう準備物、これをですね、もうお伝えしたいと思います。2、3日前に、準備するじゃなくて、もう1週間前にね、ぜひ準備しておいてください。で、次の休みには例えば鉛筆買いに行かなきゃいけないとか、消しゴム買いに行かなきゃいけないっていうのであれば買いに行っておきましょう。で、一つ一ついきますね。まず一つ目、鉛筆。この鉛筆は六角形の鉛筆ですよね。転がらない鉛筆って考えてください。丸の鉛筆ってあるんですけども、あれ転がっちゃうんで、そうすると、ね、試験中にコロコロ転がって落ちちゃったりするともう困るんで、六角形の鉛筆で、濃さは HB ぐらいでいいんじゃないですかね。 H とか HB、 まあ HB がまあ一番普通かなと思います。濃すぎると、ね、消しづらいし、薄いとこうってね、かっなんていうかな、マークするのにこうきつくなっちゃうんで、へこんだりして、あんまりよろしくないんで、まあ HB ぐらいが一番ベストです。本数はそうですね、5本ぐらいあればもう十分、まあ、3本あっても十分なんですけど、まあ、5本あれば、まあ、余裕はありますよね。まあ、3本でも余裕があるか、まあ、その人にもよるんですけども、まあ1本だとちょっと心もとないですよね。もし落ちちゃったらこう手を挙げて待ってないといけないんでね、その間マークできないんで、まあ1個や2個落ちたとしても余分にあったら別に手も上げずにほっといてもいいわけじゃないですか。で、試験終わったと取ったらいいんで、だからまあ3本ぐらい、最低でも3本か、3本ですかね、あった方がいいです。で、消しゴムについて、もうこれもなんて言うんだろう、ちゃんとした消しゴムっていうのかな、ものとかなん、うんね、普通の消しゴムでいいですけども、キャラクターの消しゴムとかだと消えない消しゴムってあるじゃないですか。あれはやめてた方がいいです。普通にちゃんと消える消しゴム、まあ普通の消しゴムっていうのかな、にしてください。で、個数も、まあ、2個あったらまあ大丈夫だろうと、まあそんなにバタバタ落ちることってないと思うので、まあ、2個ぐらい、最低2個かなぐらいは、持っておいた方がいいです。でもどちらにしても落ちたとしてももう呼ばなくてもいいと思います。もうこうやって手を上げているとこう集中できないんですよね。なんで、もう落ちても気にしない。試験終わった後に取るぐらいの気持ち。で、それで2個で不安なら3個持っておくぐらいがいいと思います。2つ目、受験票。これね、意外と忘れる方いらっしゃいます。いらっしゃいます。なんで、これはちゃんと確認しておいてください。もうおそらく届いてると思います。届いてると思います。なんで、もう受験票は、その、当日持っていくバッグに入れておいた方がいいですね。はい、3つ目、時計。時計はね、ストップウォッチとかはダメなので、普通の腕時計、これを、ぜひ持って行ってください。で、多少例えば G-SHOCK とかでピピとか鳴るやつあるじゃないですか。あれぐらいなら別にいいと思うんですけども、あまりね、鳴るやつだと言われる可能性あるんで、まあまあ普通の時計です。腕時計にしてください。置き時計持っていく方いたと思うんですけども、まあ、置き時計よりも何も言われないのは腕時計なんで、腕時計を、持って行っていただければと思います。アラームが鳴らないやつですよ、を持って行っていただければと思います。あと4番目、地図と時刻表。まあ、家の、ね、近くでも知ってる場所っていうのであれば、まあ、なるほどそんなに地図とか必要ないんですけども、例えば初めて行く場所だったりとかする、また電車使ったりバス使ったりとかするとなると、時刻表これ必要になってきます。地図も必要になってきますんで、これはもう事前にもう用意しておきましょう。で、何時の電車に乗る、何時のバスに乗るっていうのをもう決めておいて、一つ乗り遅れても大丈夫なようにしておきましょう。で、できれば、試験開始の30分前には到着するようにしましょう。そしたら余裕があるんで、そのようにしておいてください。そのような計画で、当日迎えましょう。15分ぐらい前だと意外と着いてから、まあ、トイレ行ったりとかいろいろしないといけないわけなんで、ちょっとね、なんていうかな、慌ただしくなっちゃったりするんで、まあ、30分前に行っとけば、まあ、なんていうかな、まあ十分大丈夫なので、まあ、何かあったとしても対応ができるみたいな感じですね。例えば、まあ、毎日ね、鉛筆なくなったっていうかな、忘れたってなったとしても試験員の人に言いに行ったりとか、近くにコンビニがあったらコンビニ買いに行ったりとかね、できますんで、まあそんな感じですね。で、言わせました、鉛筆、これシャーペンでも正直マークの機械には通るんですよ。通るけれども塗りつぶすのに時間かかるんですね。シャーペンって細いじゃないですか。で、鉛筆っていうのは初め削っておいたとしても、もうちょこちょこってこう塗りつぶしていくうちにもうすぐ丸くなっちゃうんで、
そうするともうね、意外と楽にサササササッとマーキングっていうかな、マークできますんで、まあ鉛筆の方が、まあ、いいと思います。で、これらのものはもう試験当日持っていくバッグ、もう事前に決めておきましょう。普段使っているビジネスバッグならそれでもいいですし、何でも構いません、もう事前に入れておいてください。で、もう今から入れたとしたら、で仕事で使うってなったとしても、これぐらいならね、そんなに邪魔にはなんないと思うんですよ。仕事バッグに入れておいたとしてもね、そんなに量的には多くないじゃないですか。なのでもう入れといた方がいいと思います。で、まあ、試験ね、前日にもう一回これを確認してみるということですね。で、もしかすると受験票にあのスリッパとか書いてある可能性はなきにしもあるんです。もしくは封筒に一緒に入ってたりとかね、あまり聞かないんですけれども、なんかそういうのを聞いたことがあるようなことがあったので、ちょっと、ね、一応お伝えしてきます。何も書いてなければそのスリッパは必要ないです。普通はもうその土足で入るようなところで、試験会場はそういったところなので、まあ、それは気にしなくても大丈夫なんですけども、もしね、その受験票の中にそのものが書いてあったりとかしたのであれば、それもぜひですね、持っていきましょう。あとですね、めちゃめちゃ寒い可能性ってあるんですよ。まあ、体育館でやるってことはないと思うんですけど、まあ、部屋なんですが、ね、北海道とかそういったところだと寒かったりとか、当日雨が降ったりすると寒かったりするんですね。でそうすると、もう寒くて、ね、お手洗いが近くなったりとか、寒くてもう、なんていうかな、集中できないとかってなる可能性があるんで、羽織るものだったりとか、普段よりもちょっと厚めっていうのかな、寒かった時の用の服、羽織れるもんですよね。あと、膝掛けは大丈夫かな、何か言われるかもしれないな。なんで、まあ、羽織れるものだとか、ちょっと、あったかめの、ものを着てったりとか、まあ、その当日のね、天気とか気温とか見たら大体わかると思うんですけども、もしちょっと寒くなりそうだなと思ったら、そういったものも用意しなきゃいけないんだなっていうのも事前にね、頭に入れといて、いただければと思います。ぜひですね、もう早い段階で、この準備物も準備しておきましょう。